秋広優とキャンプで大注目。2月1日からキャンプがスタートし、各選手の練習の様子が報じられています。その中でもニュースが多い選手が高卒3年目を迎える野手、秋広優斗です。もともと期待が高かった選手ではありますが、キャンプではサードの守備練習を行ったり、フリー打撃で目を見張る打球を飛ばしたりと、楽しみな情報が次々に伝わってきます。今回は改めて秋広の経歴と最新のキャンプ情報を、関係者や原監督の評価を交えながら紹介していきます。大久保コーチが語る秋広マル秘育成術。では今春キャンプで秋広はどのように過ごしているのでしょうか。まずキャンプ前、大久保コーチは、秋広はカロリーの消費が多い、これでは太れない、秋広は打つときに重さが足りないと、まだ体ができていないと話しました。そのためキャンプではたくさん食べて体を大きくすることがテーマだと大久保コーチは言っています。また中田翔が自主トレで秋広に12号食うぞと言っていたことも紹介、白ご飯をたくさん食べることにしたそうです。さらに大久保コーチは打撃の技術的な面にも言及、どうしてもヒットを打つとか打率が大事になってしまっている、秋季練習の練習試合でヒットを3本打った、でも追い込まれてちょこんちょこんと打ったヒットだったと、当てに行く打撃になってしまっているとコメントしています。そのため大久保コーチは秋広に、俺は全然そこは求めてない、追い込まれてもブワッと振ってくれって言っているじゃんと、フルスイングを求めていることを改めて教えたといいます。大久保コーチは、練習でも満振りできていないと、試合だけでなく練習の段階から当てに行くスイングをしていると見抜いています。それでも大久保コーチは秋広について、間違いなく才能はあると断言します。今後の指導についても、振る才能をもっと伸ばしていく、強くフルスイングする振り方を忘れてしまっているので、それを呼び起こすと、まずは強いスイングをさせることから始めると言いました。さらに一軍でも2割5分で30本打つ力はあると重ねて秋広の素質に言及、ホームランの打ち損じがヒットというバッターになってほしいと、長距離砲としての素質の高さに惚れ込んでいることを明かしました。キャンプ初日と2日目の秋広では、大久保コーチがそう語る中、秋広はどのような練習を重ねているのでしょうか。まず秋広は1月に五輪狩りへと頭を丸めました。そして初日となる2月1日には、ルーキーの門脇誠と共に守備練習に励んでいます。さらに全体練習が終わった後、阿部慎之助ヘッドコーチとマンツーマンでマシンでの打撃練習を行いました。マシン打撃以外でも素振りをするなどして、この日は1時間半に及ぶ居残り特打を取り組んだ秋広。初日から気合十分で取り組んでいることがよくわかります。さらに翌2日には、早朝から増田陸や中田翔、松田信弘らと共に、大久保コーチ発案のアーリーワークにトライ。居残り練習翌日であるにもかかわらず、朝早くから練習に取り組んでいます。昼からはフリー打撃も行っており、61スイング中15本の柵越えを記録しました。この活躍には大久保コーチも、松井のような打撃と絶賛、原監督もまだ2日目だからねと評価するにはまだ早い時期だと前置きしながら、いい方向に行ってると思います、すべて野球にというものが目覚めてきたなという感じがしますと、練習以外の私生活の態度からも野球への熱が見えていると評価しました。それだけでなく、解説者の高橋由伸氏までもが、明らかにスイングスピードが上がった、インパクトもさらに強くなっているように感じた、1年でこんなに変わるものかと感心したと絶賛、秋広の進化に驚いていました。具体的にどこが変わったのかについても言及しており、昨年は上体の反動を使って遠くに飛ばそうとしていた、今ならスイングの強さで打球が飛ぶことが分かったと思うと、上体主導のスイングが良くなったと解説しています。一方で、実戦でこのスイングを貫けるかとも発言し、練習だけでは意味がないという指摘もしています。ファンとしても、オープン戦などの実戦で秋広が上体主導のスイングが変わっているかどうか見てみたいところです。キャンプ3日目、まさかの三塁でノック。キャンプ3日目の秋広は三塁手としてノックを受けました。このノックに関して秋広は、
内野は一塁をやることが多かったですけど、三塁は送球もありますし、打球の来る角度とかが違ったので難しさを感じましたと、慣れないポジションに難しさを感じたと語っています。それでもうまくなれるように練習していきたいと思いますと、意欲を感じさせるコメントを残しています。この三塁ノックに関して原監督は、三塁と外野をやらせてチャンスを多く与えたいと語っています。やはり起用の幅を広げる目的があったようです。またこの日は打撃練習も行いましたが、これを見た解説者の松坂大輔氏は、打球音からして他の選手と違う、これまではラインドライブの打球が多い印象でしたが、角度がついて軽々フェンスオーバーしていると、やはり秋広本人が語った通り打球の質が変わったとコメントしています。一方、高橋由伸氏と同じく、これを実戦で出せるかともコメントしています。この日同じく解説者の尾形浩一氏も秋広の打撃練習を見ましたが、打球には目を見張るものがあると言いつつも、フリー打撃と実戦での打撃のギャップをどのように埋めていくかが秋広の勝負、二軍戦では当てに行く打撃でフリーバッティングで感じた怖さがなかったと、やはり実戦で力を出せるかどうかに注目しています。どうすれば実戦でも活躍できるかについては、山を張って強いスイングを心がける、狙い球以外を振りに行ってもバットに当てに行かずそのまま空振りするといった打撃のアプローチが有効なのではないかと語りました。山を張って力強いスイングをできるかどうか、オープン戦ではこの部分に注目してみると、ますます秋広を見るのが楽しみになりそうです。秋広のライバルはこんなにもいる。もしオープン戦などで結果を出し一軍昇格となった場合に、気になる点がどのポジションにつくかです。前述の通り現在三塁守備に挑戦していますが、これまでは一塁と外野をメインに守ってきました。さらに三塁のポジションは不動のレギュラー岡本和真がいること、松田信弘が移籍してきたことを考えると、なかなか三塁のポジションを奪うことは難しそうです。そうなると残るのは一塁と外野ですが、一塁手はベテランの中田翔と中島博之がいます。中田が絶不調に陥ったり怪我をしない限り、このポジションもなかなか開かなそうです。一番機会がありそうなのはライトのポジションは丸義弘がつくことに決定、残るはレフトとセンターですが、レフトは昨年と同じくウォーカーが務めるでしょう。残るはセンターのポジションということになります。ところが秋広は昨季2軍でレフトをメインに守ってきました。さらにキャンプの守備練習ではミスが多く、河合雅弘コーチから檄を飛ばされる場面もありました。センターとして起用できるほど守備に安定感があるのか疑問が残ります。その上、今季は期待の若手増田陸が外野へと転向することが決まりました。こちらも守備力が心配されますが、鈴木貴博外野守備兼走塁コーチは増田の守備練習を見て、合格点あるんじゃないかなとコメントしており、センターで起用されそうです。秋広にとっては大きなライバルとなるでしょう。ライバルは他にもおり、ドラフト2位ルーキー萩尾正也もその一人です。担当した脇谷スカウト曰く、広角に長打を打てるスラッガーで足も速いという萩尾は、早くもファンから開幕スタメンもあるのではと期待されています。原監督も早々に萩尾にセンター争いをさせると明言し、闘争心を煽らせました。萩尾本人も開幕戦の9人の中に入ることが目標と、ポジションを奪う覚悟を見せています。秋広がセンターのポジション獲得を狙うのであれば、こちらもライバルとなってきます。さらに萩尾はキャンプで秋広に負けないと言わんばかりに、フリー打撃で強烈な打球を連発し、キャンプ初日から7本の柵越え弾を放ちました。もし萩尾と秋広が同じくらいの打撃成績を残した場合、足の速さと守備能力の良し悪しがレギュラー決定の基準となりそうです。現状萩尾の方が足と守備が良さそうなことを考えると、秋広は萩尾を突き放すほど打たないといけないでしょう。キャンプで萩尾は原監督からスピードとキレがあり個性を持ったいい選手と評価されています。強力なライバルであることは間違いありません。他にもライバルはいます。新外国人のブリンソンがその一人です。
現在スポーツ新聞などでは来季の巨人の外野夫人はレフトウォーカー、センターブリンソン、ライト丸なのではないかと言われています。トリプル A で通算57本塁打と実績があり、強肩と俊足が魅力であると言われているだけに、その予測は最もだと思われます。一方でブリンソンはメジャーで三振が非常に多く、フォアボールが少ないという不安要素も抱えています。2018年には406打席立ち、120三振17四球と三振を連発しました。一方で昨季の秋広は2軍ではありますが356打席立ち、61三振29四球です。ブリンソンの打撃があまりにも荒く、かつフォアボールが選べないとなった場合は、スタメン奪取の可能性も見えてきそうです。他にライバルとして挙げられる選手はキャンプ1軍となったオコエ瑠偉でしょう。昨季1軍で6試合しか出られませんでしたが、2軍では打率3割2分7厘と秋広以上の成績を残しています。足の速さなどの身体能力の高さも持っており、センターのレギュラー、準レギュラーとして抜擢されそうにも思います。かつてオコエが野球はもうやる気がないと言ったというニュースや、反社会的な人たちの宴会に参加したなどといったニュースが報道されるなど、メンタルや私生活の面が心配されますが、キャンプでは初日から飛ばしており、フリー打撃では7本の柵越え弾を放ちました。秋広が外野のレギュラーとなるのであればライバルと言っていいでしょう。巨人は他にも松原、長野、重信、立岡、石川など外野候補が数多くいます。秋広からするとライバルが多すぎるという気持ちではないでしょうか。巨人外野手から誰かトレードされる？ちなみにあまりにも外野手が多すぎるため、週刊誌などからは巨人の外野手が誰かトレードされるのではという記事が出始めています。それによると松原と重信がその有力候補だそうです。俊足が武器ではあるものの、昨季はあまり活躍できなかった両者は確かにトレードとなってもおかしくありません。もしそうなれば秋広にとってはライバルが減るためありがたい話にはなりそうです。秋広が言われていた課題、現在こそ覚醒したのではと言われたり、前日の通り今までと違うと言われている秋広ですが、これまではどのように言われてきたのでしょうか。まず高校時代は日本ハムの坂本浩一からちょっと焦って早いカウントから打ってしまっていた、こすった打球が多かった、今現在彼には何の実績もないと厳しいことを言われていました。将来性や夢、ロマンがあるとフォローもされており、その伸びしろへの期待の声もありましたが、高校時代の完成度は高くなかったようです。また入団1年目の3月には原監督から突っ込み気味の打撃のポイントを懐を広く持つようにした方がいいとアドバイスを受けています。ちなみにこのアドバイスを受けた直後のオープン戦の試合で秋広はマルチヒットを記録しました。こうした吸収や飲み込みが早い点は秋広の長所の一つなのかもしれません。この時期は解説者の徳津隆弘氏から今は体が細い印象だが、しっかりしてくれば大谷翔平のような長打力もついてくると言われています。やはり大久保コーチが言っていた体が細い、太れないという点は秋広が克服すべき課題なのでしょう。他に1年目の春には解説者の矢沢健一氏から秋広は早い段階で右膝が開いている、腰の開きも早い、もう少し我慢できると速いボールが打てると、今の打撃フォームは改善の余地があり、今のままでは速い球に対応できないと言われていました。さらに矢沢氏は、インサイドの速いボールに対応してほしい。今の打撃フォームのままだと、どんどんインサイドを攻められますよ。ここが克服できればレギュラーになれると課題を解決できなければレギュラーは難しいのではないかと語っていました。専門的な話のためファンからは分析が難しいですが、このあたりの課題が解決されているかどうかも気になるところです。気になるといえば今キャンプで大久保コーチも気になることを言っていました。秋広の身長がさらに伸びた？大久保コーチは今春キャンプで秋広の身長がさらに3センチ伸びたんじゃないかと言っていました。おそらくユーモアがある大久保コーチのことですから冗談でしょう。しかし秋広はプロ入り後に身長が伸びたという驚きの事態が起こったこともありました。実はプロ1年目の2月のキャンプ時に測ったところ、
身長が2センチ伸びて202センチになっていたのです。それを考えると秋広のことだからあり得るかもしれないと思わされます。ちなみに秋広の身長について言及すると、172センチの父と165センチの母から生まれてきたそうです。また兄の秋広亮太さんも背が高く185センチあります。意外にも2人とも背が高い両親から生まれてきたわけではないようです。秋広は幼少期から背が高かったようで、小学校卒業時点で180センチ、中学校卒業時には198センチあったといいます。アスリートでここまで身長が高いと羨ましいという意見もありそうですが、本人は大きいと言われるのが嫌で、高校1、2年の時は身長測定でかがんでいた。ここまで来たらどうでもいいかなとコメントしており、自身の高身長はコンプレックスでもあるようです。余談ですが、私生活でも高身長は悩みが多いようで、身長が高くて良かった点はあまりないです。洋服のサイズがすごい限られたり、ベッドとか足が出たり苦労が多いと苦労を語っていました。野球に関しても、野球をやるのにベストな身長は、守備などを考えると190センチくらいが動きやすくて打てると語っています。前述の通り、河合コーチに檄を飛ばされるなど、守備を苦手としているのは、高身長ゆえの動きにくさがあるのかもしれません。このキャンプでその動きにくい体を鍛えて守備を上達させ、あわよくばセンターを難なく守れるくらいにはなりたいところです。今年の秋広はどうなる？現在秋広はキャンプでフリー打撃や守備練習に取り組み続けています。練習での取り組みや打撃練習の具合に関してはもはや心配はいらないでしょう。一方でセンターを守れるほど守備を鍛えられるか、数多くいるライバルからポジションを奪えるか、高橋由伸氏や松坂大輔氏、尾形浩一氏らが言うように実戦でフリー打撃のような力強いスイングができるのか、課題はいくつもありますが、克服することさえできれば今シーズン中に一軍で活躍することも夢ではありません。果たして今季の秋広がどのような活躍を見せるのか、大久保コーチが言うように30本塁打を記録するほど打てるのか、注目したいところです。